極限サバイバー100万円でやってるわい。145ゲーム当たりましたね。せややった、通りましたね。一発ナイス、いいですね。どうしたどうした、早いね、いいですね。あ、終わった。あ、710万結構取れましたね。あ、最低やった、最悪。さあ、探す？そうですね、ちょっと見てみましょうか。あの聖夜が必ずしもいいとは限らんので、まあ勝負できるあれなんかもしれないけど、でもやっぱり奇数下がずっと出てるんで、ごめんなさい、朝1台だけちょっと回していいですか。いいよ。すみません、じゃあこれちょっと朝1、他に今見当たらんので僕がやれるあれとして。さあ、出玉がなくなりましたよ。出玉が早いね、出すのは難しいのに、ね、相変わらずほんまに。さあ、これで投資が5000円ですね。明るいのだけはまだ低いやな。まあね、この時間で。あ、あかん、全然ポイントたまらん。ちょっとこっち映っていいですか。いいよ。驚くほどポイントたまらん。ほんならあかん。わかってきた。あ、人が乗ってるってことは、はい、ここ上げゾーン。人が乗ってるって言い方悪いな。あ、来ましたね、ごっついの強チェリープッチュ。めっちゃ来た。おーおーおーおお、一発でマックスいきました。よっしゃ、一発ナイス。ちょっと暑かったりせんかね、一発目。あ、チャンスアップです。オッケー、並びがネクスト行け、ネクストな、ネクスト行こう、ネクスト、ネクスト、オッケー。さあ、もう一回ネクスト行こう。もう一回、ただのデートが消えましたね。もう一回ネクスト行って、もう一回ネクスト、これモテキ到来、チャンスゾーンですね。さあ、いきなりチャンス来ました。へいへいへい。あ、なんか俺これ初めてですわ。ああ3人は、3人同時は初めて。強チェリープッチュかな、違った。 30%、 へえ。なんか一気に100%とかいくんか思ってたら、いや、1人 10% や。全然そんなことなかったわ。1人 10%、 3人で 30%。 え、どうしたんですか、むっちゃ適当なってきてますね。コンディションが悪い、コンディションが悪いね。ナイス。ここで30あったら楽なんやけど、10か。あ、いった、30でかい。おー、70だった。 60% ナイス。な、70% や、 70% やね。うわお、もう一回来て。あ、来た。この時のためにプッチュが溜まっとうだやん。なるほど。30ちょうだい。30 30 30 30 30 30 30 80。じらすわね、トリックスの鬼門。80ですよ。うわ、よかったね、初めてだったから。あ、来た来た、でかいでかいでかい。95。はい、これでとりあえずバトルボーナスはもらいましたね、はい、で100超えた分が要は直撃の抽選に回るらしいんですけど、まあほぼ回らんかったということですわ。あ、スイカや。お、あ、しかもチャンス、チャンス目、チャンス目。130。あ、バトルボーナスでしたね、はい。いや、そこを来れてもよかったんやけどな。さあ、とりあえず一発で取れましたね、よかったよかった。さあ、行きましょう、絶対領域。ここ通しときたいな、せっかく早渡ったんやし。ないか。いや、全然ダメ。いやー、
やらんですよほんま。なんでやねここ、なんでここだよねなんでここでチャンス目やねんな。これで止まってくれるかな、早くと。たまらんのかい、カスタ腹立つな。あ、やっと余りました。213ゲームかかりましたね、マックスまで。どんだけかかんねん。あ、でもちょっといつもと違う、またモテ期到来が多い。ネクスト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 。ああ、まあまあいいです。はい、2回目のモテ期。刺したれ。 40% か。やるんてお前。あー腹立つな今の。あーで今これ大チャンスなわけですよね。3人以上やからモテキ以上が出てくるっていうことらしい。ね、これでモテキ以上が確定、はいね、はいはいはい。でも共通の方が当然偉くて振り分けが強かったりするみたいですね、はい、まあもう天井手前やから、うん、正直どうでもいいっちゃどうでもいい。 70%80%、 まあ当たったでしょ、はい。その21本、528ゲームーバトルボーナスですね。天井手前、泣いても笑っても勝ちはこれで最後やと。そうですね。で、まあまあまあよっぽどの示唆が出てたら続けますよ、はいはい、天国とか、まあ、2人ケツとかあんま見たことないんで、2人下半身ラスト。さあもうなんかね、相手はもう誰も 誰でも一緒やと思うようにしましょう。とは言うてもやっぱ真ん中の子がいいですよね。合格にすらいかへん、ひどいな。お姉ちゃん、ああ入った。ああ、必殺技で、おーい、ナビなし頼む。チェリー強チェリープッチュがいい。強チェリープッチュ、あーあーうわー、しかも1ゲーム早いよ。おやはい、ということでダメダメやな。一応ちょっと見ます。あ、胸もう全然ダメ、全然ダメでごわす。そうでごわすか。さあもうスロットもね完全に答えが出ちゃってますんで、パチンコ行きましょうか。総投資が今2万5千円ということですね。じゃあちょっとパチンコ行きましょう。うん、空いてるし仮面ライダー打ちますか。そうしましょうか。ね、うん。何これ呼び出し。あ、押せへんからや。ああ、そうなんや。すごい。じゃあここで、はい、仮面ライダー打ってみましょう。どうも何のどんな機種か全く分からんすけど。はい。はい、じゃあこの仮面ライダー、打っていきましょう。ちょっと正直ゴテゴテしすぎでもわけわからんのですけど、
まあ、319分の1当てます。そしたら 70% で2ラウンド確変なんですって、うん、でそれが、図柄揃いやったら連撃バトルラッシュっていう確変に突入と、うん、ね、うん、で図柄揃いじゃなくて闇ライダー接近モードっていうやついったら、うん、それは確変を時短30回らしいんですよ。でまず一旦確変に入れると、うん、で確変に入って確変中に当たります。したら振り分け 30% が通常で、はい、70% が超連撃バトルラッシュっていうやつ、はいはい、それが、小当たりラッシュらしいです。京楽さんお得意の、はいはいはい、だからまずは319分の1当てて、うん、で確変入れて、でその確変で、70% の振り分けを当てるっていう、そういうことらしいですよ。まあ、やることは多いってことですわ、それなりに。ただね、京楽さんの台って割とえぐいイメージあるから、うん、闇ゾーンです。闇ゾーン、ちょっとあ、これがだからなんかその闇ライダーなんちゃらなんちゃらみたいな、すごいなちょっと楽しいですね、うん、お祭りみたい。まあちょっと様子見ましょう。チャンスアップ、もうちょっとねごちゃごちゃしすぎてて、だから疑似は2で終わってますな。アクションリーチ、闇ゾーンとかいうのに入った割に疑似2で発展してまいりましたわ、うん、だからまあ別に対して熱くないんでしょうね。そうですね。闇チャージアタック、これか、はいはいはい、でこれ成功したら確変か時短っていうことらしいです。いかへんかな、赤まで行ったぞ。いけ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 、あ、行った、お、行った、当たった、当たりだ、当たりっす、イエーイ、お前ボーナスや、おい、やったで、これが確変かどうか分からへんのっすよ。闇ゾーン熱かったんだな、もしかして。これで確変をは時短30回、はあはあ、やった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 ねえ、いやそれだったら確変の方がええな。でこの人倒したらいいらしいですよ。なるほど。プッシュ期待度上昇中、闇ライダーに勝利すれば超連撃バトルラッシュに突入ということ。まあ、時短やったら30で終わるってことですよね、うん、お、レディーゴー、すごいね、レベル3まで行っていいよ。さあ、はあ、いいじゃないの、いいじゃないの、これは。あ、でも青保留っすよ。ちょっと当たってほしいな。保留は青、当たってほしいですね、うん、でこの闇ライダーを倒したらいいということですね、あ、発展すらせずですね、うん、500円で当たったんかな。あ、マジで、はい、すげえな、相変わらず。スイッチの止めやん。1000円ですね、1000円。あ、なんか保留が殲滅、うん、いやでもちょっと通常っぽいっすね。なんかもっとギャンギャン来そうちゃいます、うん、赤色や、ほんまや、あ、緑になりました。これはね、もう擬人に1回ぐらいでも行ってほしいな。
あ、緑やし、さすがに発展はするんちゃいます。うわー、そう、やっば、緑って発展せえへんねや。で、ここを抜けたら確変ってこと。マジかよ、終わりですわ。うわお、マジかよ、すごいね。すごいっすね、ほんまに。ハンドルを左に戻してね。マジか、 30% 引いた。2ラウンド通常。うわ、びっくりした。いい音。うわ、びっくりした。主人公完全に人殺し。まあね、いやでも結局行く先はこれなんやな。主人公本人やからちょっとあったもん。まあでも緑なんですよね、ウェイト、ウェイトやと。ちょっとだけチャンスかな。先はもう始まってたんですよ、はいはいはい、がウェイトやって。あで、うわ、1分先や、だいぶ長い。あ、そうか、ほら、あ、仮面ライダー変身した。あ、ほんまや。で、なんかもう確定音みたいな音になりましたよ。絶対当たるやん。で、ファーファーファーって言いましたよ。言った言った、ね、で、これ疑似さん行くでしょ、うん、ナイスナイス。これ赤保留ってことですよね、そうですね、多分。 OKOK。 で、これがまだ30秒後やから、うん、何かしらの煽りがズバーンってくるってことでしょ、はい、多分。いいですね、なんかこの仮面ライダーの音楽はテクノ調。赤掘り赤掘り、ここ光っとるさ、ここが赤を光っとる酒。ああ、酒、ああ、闇の石も。あ、これ熱いやつやろ、絶対。熱そう、熱そう。で、チャンスアップ、紫。ここ赤なってもらわんと、ちょっと。あ、で、変身して発展すんにゃ。ああ、で、これ要はフェイスオブガローみたいなもんでしょ、要は。オッケー、よっしゃ、しゃしゃしゃ。熱そう。ちょっと気になるのがここ紫っていうのが気になるんですけど。みんな、みんな見たあかん、うん、見たあかんな。気になるぞ、見たら。見たあかんね、うん、はい、闇のライダーで。見ました今。星 2.5 でしたよ、色も。もうほんま、うん、え、ちょっと待って、星 2.5 はない。赤赤赤赤、いや、ちゃこれで星 2.5 とか言われてる。発展どないすんねんな。当たって、あ、ゴーンって書いてある。え、何やねんそれ。え、嘘やろ。いや、ここからのですよ。嘘やろ、からの。から、あ、いった、あ、いってない。あ、もう、いやー、天才一流のチャンスやったね。いや、潜在一遇なんすか今。ここに入ってきてね、当たりたことが決まってんねんけど。なんなん今のとこ、当たってくれてよかったやんって思いません。あ、またや。ダンバー、あー、じゃあ疑似さん、疑似さん、保留さんです。あ、またや。お、なんかめっちゃ震えた。震えた。ああ、いいんじゃない。ああ、いいんじゃない。黄色やん。プレミアじゃない。黄色やん。ほらほらほら。え、ちょっと待って。これは、これはさすがにあって。しかも3点やで。3点とか、ちょっと待って。昔は偉い人、7の次に偉いみたいな話。そうそうそう。古来からそう言われてきた。あ、なるほど。さっきは、うん、さっきはこれで焦らしたんや。じゃあ、お詫びの当たりじゃない？紫ですよ、でも保留。Pさん。いや、もう大丈夫です。金が出たもん。金出とったもんね。うん、金出とったもん、だって。そう、はい、もう変身したもん。うん、まあ、お詫びです、これが。で、大めっちゃ震えたんですよ。ほら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 。手離してまうかな、いうぐらい、震えたんですよ。
怖なってもうて、ほら、なんか、まあ、おっしゃおっしゃ、はい、じゃあ見したれ見したれ、さっきと一緒、はい、お詫びやわこれ完全お詫びやで、ね、P さんごめんちゃいのやつや、うん、星 2.5 またごめんちゃいごめんちゃいごめんちゃいのやつや、うん、ほら、あ、長押し、さっきより明らかに、ほら、さっきより、うん、さっきより明らかに変化しとるけど、さっきより酔わない、なんかカットイン高温ゾーンっていうのに喧嘩してるぞ、当たったけど当たるんじゃない3で、そう嘘や嘘やろお前、からのなんなんこれマジで、からのえ、なんなんこれから、ええー、いやピンさんこれあかんと思わへん、あかんと思う、2連続は、いやちょっと人のことバカにしすぎでしょ、うん、俺がたとえね、うん、脳細胞もう半分死んどるだったとしてもこれはもうねあかんって思うわそう思いません、やめやこんなもん、あかんな、ここベストポジション臭いですね、そうですね、あ、ここちょっとやりましょうか、やってみましょうか、ね、これ使い切ったら4万、うん、ついなあ、しょっぱなから、まあでもしゃあないわ、行きましょう、今32,500円か、32,500円、いやでもワンチャンありそうな履歴はしてる、そうやな、位置がずっと続いてるから、うん、次当たったな、だからそろそろ、うん、そろそろ来てもおかしないみたいな、確かに、え、当たったらガロに表現しておるんですよね、そう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 、1500発の 80% ループかなんか、はい、じゃあ行きます、ジャギ初打ち、ついに封印を、常日頃から P さんによくジャギ言ってますね、言われてる、はい、で僕自身もまあ気にはなってたんですよね、はい、でゴールデンジャケットとかでもやっぱりヤルオさんとかパチンコ好きじゃないですか、はいはいはい、ジャギはいいよっていう、楽しいっていう、はい、いやちょっとね、期待できる演出が一つも起こらんかったっていうのが仕方がないですね、はい、まあ、当たりの回数は多分取れてるんで、まあやれへんかったのは自分の責任ということで、今日はここで終わりにしたいと思います、極限サバイバー100万円でやってるわい、何食べんのたい焼き、ちょっとたい焼き、ちょっと甘いもん食おうや、せっかくやからな、怒るわけないやろ、極限やねんから、いや、どっちがやろ、カスタードとか、まあ、普通のあんやな、僕カスタード、はい、僕じゃあ黒あんで、はい、1匹ずつでお決めさせていただいていいですか、はい、やっぱ1個じゃなくて1匹っていうんですね、あ、タイヤもね、天の弱とかじゃなくて、なんか僕ね、そう、コシアンの方が好きなの、コシアンの方が好き、そう、いやもう、もうなんかこう、なんやろ、言い方悪いで、カスタード美味しいけど、こうほんまに人と違う道行くことがかっこいいと思ってるお待たせいたしました、はい、こちらの方、クロワンですね、はい、こちらカスタードです、はい、ありがとうございます、どうもありがとうございます、すごいな、やっぱりここまで来たらな、たい焼き食わんとって、関係あるのか、いや、関係ないやん、でも博多、博多美味しいから、硬いの尻尾、ほらカチカチ、ほんまや、モナカみたい、ちょっといただき、どっちか行く、ほら僕、頭から、頭行く、花や、あ、そうか、こだわりあるんや、応援のいや、わかんない、後に残しときたいんですよ、あ、そうですね、僕、パンの耳も、はいはい、あの食パン一辺だけ食べて、うんうん、あの中先、こう、うさぎみたいに食う、スイカみたいに食って耳だけ最後、食うていくんですよ、はいはい、いただきます、はい、うん、サクって音鳴ってた今、うん、うん、いや美味しいやろな、サクって言った、めちゃくちゃ美味しい、カスタードやわ、カスタード、あのこの皮が、うん、ほんのり甘くて美味しいし、うん、このカスタードの甘さが非常に合います、うん、マジで、うん、多分俺あんこもうまいと思うけど、うん、そうそうそう、あんこよりカスタードやと思う、じゃあ僕はちょっとあんこの方、あ、ほんま硬っ、うん、もっとふにゃふにゃのイメージですよね、うん、あ、
やっぱアンパイと思うよ。いや、いやーカスタードや思うね。まあ多分コーツつけがたいんで、まあもし使えれば皆さんがね、カゴにある。いや、美味しい美味しい。ここに来て食べ比べたらいいかなと思いますわ、うん。ちょっと元気出たか。うん。美味しい。ここの大学は日本一たい。元気出たな。まあ、止め口のお金やけど。こんなことあるじゃん。めちゃくちゃ親切なんですけど。ほんまにみんな来よう。ね、こんな優しくしてもらったの俺5年ぶりぐらいですよ。ほんまに他人に。大変。みんな優しくしたって。ほんまに。コメントで優しくしたって。あ、謎当たりや。謎当たりや。あ、じゃあ俺がやれて変説濃厚ですね。極限サバイバー100万円でやってるわい。